はい、皆さんこんにちは。今日はね、2022年ね、振り返りと来年ですね、と展望みたいなね、ことをちょっとね、語っておきたいなと思ってます。はい、2022年ね、911大人になって10年ね、迎えることができました。それの救急車をね、買い戻すということも、実現できました。これもね、タイミングが良かったですね、本当に。これから来年どうのこうのっていう話じゃないんですけど、5年ぐらいかけて、次のね、目標ね、一つ大きな目標を達成できたんで、またね、次のね、目標に向かって歩いていきたいなと思ってます。911の日にね、どうしていこうかみたいなね、話はもう先にお伝えしていましたけれども、例の救急さんと、今のこのね、991の後期ね、麻酔デーのモデルね、2台別々のところに保管しているんで、これを一つにね、まとめて保管したいっていうのが ありますと。はい、ガレージハウスに、これもね、5年くらいこう調べてはいるんですけどね、リサーチはしてるんですけど、なかなかですね、物件も調べた方だったら分かると思うんですけど、なかなかその、なんていうかな、自分の思いにぴったりマッチするようなね、物件っていうのもなかなかないですし、はい、パターンは3つありますね。まず土地を買って建てるパターンですね。はい、もう作っちゃうみたいなね、もう資金が、土地を持っている方とか、資金の余裕のある方ですね、それが一つで、二つ目はね、ちょっとわりかし古めのね、築20年とか、そのくらい のバブルの時とか、前後かな、その時に建てられたガレージハウスね、でも、駐車場のスペースっていうかね、サイズ感がちょっと合わないから、ちっちゃいんでね、あっても、2台置けるような、中古の住宅あるんですよ、物件ね。僕も何回か見に行きましたけど、やっぱり駐車場のサイズ感が合わなくて無理だなっていう、作り直さないといけないっていうのがありますね。最後はさ、賃貸のガレージハウスですね。賃貸のガレージハウス、ここもね、僕も5年くらいこうリサーチしてるんですけど、物件が増えてきてね、いろんな、なんていうかな、ロケーションというか、いろんなパターンとかね、いろんなものができて出てきていて、最初はね、1台で 1DK みたいなね、いうのが多かったですね。どっちかっていうと、その、なんていうかな、郊外に置いておくみたいな、で、そこで生活するっていうのは、あんまり考慮されてない系の、ガレージハウス、賃貸のね、ガレージハウス多かったですね。で、今はその、2DK とか、1LDK プラス、2台を置けるみたいなね、そこで生活できるみたいな、を前提として、ラグジュアリーなパターンのガレージハウスとかも出てきたりとかしてますね。いろんなパターンのね、賃料もね、いろんなパターンが出てきてるとか、ものもできてるんで、そこからチョイスできるっていうのもあると思うんですね。で、その最後のパターンでね、第4のパターンとして、最近考えてるのは、ガレージハウスのケース、はい、もう土地買って、自分も住むし、貸すしっていうパターンのやつですね。これもどっちかっていうと、個人で買って、保管するっていうのはちょっと経営っぽくなってきますね。土地を購入して、お金を借りて、建てて、ガレージハウスを経営するみたいな、そっちのパターン。もうそっちもいいかもなと思ってて、いや、その資金どこなんだよって話なんだけど、そうなんですけど、そういうのもあるよねっていう話でね、4つ目もあるんだなっていう。はい。そういうのの、サポートをしてくれるような、ガレージハウスを企画、運営するような会社さんも出てきてますね。はい。そういうところと、一緒にやっていくみたいな、いうのもあるんだなっていうところで、この、5年後、10年ですかね、どうしていこうかっていうところで、ガレージハウス。そこにね、目処がついたら、3代目のね、を考えたいっていうのを言ってましたけど、911の日ですね。で、3代目のね、候補として、もう絞られてきてましてね、もう2つのタイプに絞られましたよ、もう。はい。で、ガレージハウスがなかなかその進展がね、物件もないし、なかなか自分のマッチしたものが見つからないっていうので、第4のパターンとかで、考えられるかなと思って、今そっちの方も考えてたりしますねと。で、3代目の候補は、2つ今ありますよと。はい。今まで所有したことがないパターン、タイプね。ということで皆さんにもお伝えしていましたけど、
でね、お伝えしちゃった方がいいかなと思ってて、はい、もうそこまで絞られましたと。で、一つ目がね、997の後期ですね。の、まあ、グレードはね、ちょっとわかんない、まだ。できれば、ソカレラがいいなと思ってるんですけど、まあ、これもタイミングなんで、彼ら S になるかもわかんないですけどね。うん。多分800万くらいかな。予算的な感覚で言うと。で、一つですね。これはもうね、かなりもう条件絞り込んできてて、997の後期の最終年式、だから2011年モデルですね、に絞ってきましたよと、もう狙いをつけてきてますよと。はい。で、それが、で、その認定中古ですね。しかも、認定中古出てくるのはかなりレアな、少ないんで、まあレアではないけど、かなり個体少ないから、997の後期のソカレラか、カレラエスカの認定中古の2011年式モデル。でもう、ここまで絞ってきましたね。はい。ですよ。996なんですけど、これも所有したことがないタイプですね。996の、これはね、ターボですね。ターボグレードですね。はい。を考えてます。で、なんでターボなんですかっていうところで言うと、うん。やっぱりその、まあ、ソカレラだとね、後期なのかな。996後期のソカレラっていうのもある、ありっちゃありなんですけど、やっぱりその、メンテナンスの部分ですね。うん。まあ一応、対策済みとかっていうのもあるんで、あるんですけど、やっぱり、996のターボは、結構魅力的だなと思って、スペックも高いですしね。ただメンテナンスコストがかかるから、やっぱりターボなんでね、そこはどうなのかなと思ってますねと、996については、うん。で、いい答えがあればっていうところですね。なんで、997の後期の彼ら、ソカレラか、彼ら S か、もしくは996のターボかですかね、この2つに今、絞られていますよと。お店ね、まあ、997の後期の、まあ、認定中古になるとね、まあ、数少ないですね、本当ね、うん、なので、それが出てきたら、もう、この前、カレラ S が、あれ、東京都内の正規ディーラーに出てましたね、もう売れちゃいましたけどね。そうでね、で996はね、ショップなんだよね。ショップでちゃんと信頼できるショップで出てこないと買えないかなと思って、メンテナンスを考えたね、996ターボなので、ちゃんと996得意で、あのノウハウとか経験値持ってるところじゃないと買えないなと、996についてもね。まあでもタイミングですかね、このね。ということで、今日はね、まあ、2022年、ね、の締めと、それから2023年以降ね、来年以降ね、まあ、どうしていこうかなっていうところで、皆さんと共有してみました。はい、面白かったと思うのはね、グッドボタンで反応していただいて、チャンネル登録ね、まだの方はチャンネル登録をぜひともお願いします。以上です。